イギリス、バスブルワリーのビール。イギリスのビールでは、イギリスで製造される、ビールの概要について記す。詩人にして、英文学者の西脇淳三郎が、ビールの歴史は、英国の大衆の歴史と一致していると指摘するように、イギリスの大衆と、ビールとは切っても切れない関係にある。大衆だけではなく、エリザベス女王が朝から1リットルのビールを飲んでいたという逸話もある。 古代イギリスの住人はケルト人であった。古代イギリスでは野生の蜂蜜が豊富に取れたため、蜂蜜を水で薄めて発酵させた蜂蜜酒が飲まれていた。ケルト人の人口が増えてくると、蜂蜜はミードにされるよりも甘味料としての使用が優先されてきたため、代用品として発芽させた穀物を利用した穀物酒が開発された。 開発当初の穀物種はミードよりもまずく、ミードは支配者階級の高級種として定着し、穀物種にはエールの名前が与えられ、一般庶民に飲まれるようになっていった。紀元前55年になると、共和制ローマのジュリアスシーザーがブリテンに侵攻し、イギリスは5世紀初頭まで古代ローマの統治下に置かれることになる。この時代、ローマ人がワインを飲んでいたこともあり、文献に、 エールが登場することはほとんどない。ただし、寒冷なイギリスでは、ブドウの育成が行えず、ワインは大陸から運ばれてくる高級酒であるため、一般庶民が飲んでいたのは引き続きエールであった。5世紀になると、アングロサクソン人がイギリスへ進行、移住してきて、ケルト人を圧迫するとともに、イギリスの大部分を支配する。これと同時に、 キリスト教の布教も始まって、各地にキリスト教会や修道院が建てられ、訪問者や巡礼者のための飲食や宿泊の施設が整備されていく。エールハウスや院の誕生である。この頃のエールは生活必需品であり、エール醸造は家事の項目に数えられ、各家庭での女性仕事だった。各家庭に伝統の製法があり、娘が嫁として嫁ぐ際に嫁入り、 道具に伝統の製法とエール仕込みに使われる鍋があったほどである。うまいエールが作れて魅力的な女性はエールハウスを開き女主人に収まっていく。そういった女性はエールワイフと呼ばれ人気と尊敬を集めていた。その反面、エールワイフを魔女のように捉える風習もあり、エールに混ぜ物をする、酔った客の財布や荷物を盗む、分量をごまかすといったような、 不正な行為が発覚した場合には家計となることもあった。こういったことから女性がエールハウスの主人となることは次第に減っていき男性が主人となるようになる。1260年代にはヘンリー3世がパンとビールの肯定価格法を交付しビール、エールの肯定価格を定めた。ビール、エールの販売価格は 大麦1区王トあたり2シリングから4シリングと定められており、大麦の販売価格が6ペンス増減すると、それに応じて、ビール、エールの販売価格も引き上げ、または引き下げされることが定められている。販売価格を誤魔化した場合には、懲罰椅子や晒し台による罰則が定められていた。これは、ビールやエールの方が儲かると判断されると、パンを製造せずに、 ビールやエールばかり製造するようになり、パンの流量が減って、価格高騰する。これを阻止し、パン製造のための大麦、小麦を確保するとともに、パンの価格を安定させる目的もある。11世紀頃から、ドイツのビール醸造に使われていたホップは、イギリスのエールには15世紀まで使われておらず、グリュートと呼ばれる、様々なハーブを調合したものが使われていた。それと同時に、 ホップの使用は排斥されていた。15世紀になって、ホップの使用が許可されるようになると、グリュートを使用したものをエール、ホップを使用したものをビールと呼んで区別していた。ホップの使用が許可されるようになっても、伝統的にグリュートを使うことを誇示する醸造化などの反対は続き、ホップは毒物という流言を広めたこともあって、 イギリスでホップを使用したビールが普及するのには17世紀に入ってからのことになる。17世紀になるとエールの醸造家の中からもホップを使うものが増えてくる。1607年に醜悪で忌まわしい泥水を抑制する法が制定され、当時販売されていたアルコール度数がワイン並みに高いエール、ビールの小売りが禁止された。18世紀、古くなり、酸味の出た。 ブラウンエール、ベールエール、新しいブラウンエールの3種類を混ぜるスリースレッズと呼ばれる飲み方が流行っていた。これは提供するエールハウス側にとっては手間のかかることであった。ロンドンの醸造家、ラルフ・ハーウッドが1722年にあらかじめ混ぜておいたエンタイアというエールを販売したところ、これが好評となった。特に荷物運び労働者に人気があったことから、 ポーターと呼ばれるようになった。なお、ポーターの名前には孫を持ってきた時のハーウッドの掛け声からなどの移説もある。ポーターの製法はイギリス全土に広まっていったが、ロンドンの水の影響なのか、ロンドン以外の地域で作ったポーターは味が落ちることが多かった。このため、ロンドンで作ったポーターをロンドンポーターと呼んで区別することもある。ポーターはアイルランドにも広まり、 1759年にダブリンでギネスが創業する。ギネスはロンドンポーターを研究し19世紀になるとポーター専業を宣言。品質でもロンドンポーターに勝るとして強いという意味を持つスタウトをつけたスタウトポーターとして売り出す。スタウトポーターはロンドンに逆輸入され人気を博す。ギネスはスタウトポーターにさらに手を加えて独自の スタウトとして売り出す。1776年に国とロ論を出版したアダム・スミスは著書の中でビール、エールを生活必需品ではなく贅沢品と分類している。これは茶、コーヒー、チョコレート、ブランデーといったビール以外の安全な飲料が普及してきたことと浄水道の不設が始まったことによる。17世紀初頭には ロンドン市内だけで1000件を超すウエールハウスがあったが、次第にコーヒーハウスがとって変わるようになり、19世紀には、さらにティーハウスにとって変わるようになった。19世紀後半からは、禁酒運動が次第に強くなり、第一次世界大戦が始まると戦費を賄うために、ビール関連の増税やパブの営業時間短縮といった規制が行われるようになった。これによって、 ビールの消費は減り、閉鎖される醸造所も増えていった。第二次世界大戦後は、逆にビールやパブが、イギリスらしさの象徴として宣伝されるようになり、ビールの消費量は、増加に転ずる。第二次大戦後、イギリスのビールの製造は、ビッグ、シックスと呼ばれる以下の6社が7割を占める、河川状態となり、さらに冷戦終了後は、 国際的な業界再編が進んだ。1971年に大手メーカーによる河川状態を良しとしない4人の若いジャーナリストによってキャンダーが設立され工場生産ではない伝統的な孫熟成のエールリアを守る運動が起こる。この運動は市民の賛同を得て市民運動として発展していった。キャンダーの運動は大企業を動かし、 古典的な損熟製のエールの製造、販売の復活や、中小醸造所の復興、マイクロブルワリーの発展や、世界的な地、ビールブームを呼び起こしていく。上実のように、エールとビールがあるが、エール、ラガーにかかわらず、発酵期間が短く、アルコール度数が低いスモールビールと呼ばれる、分類のものも製造、販売されている。 イギリスの全寮制学校では19世紀まで生徒にスモールビールを飲ませることは普通に行われていた。イギリスにとどまらずヨーロッパではこういったアルコール度数の低い飲料を子供にも飲ませる風習は日常的であった。これは衛生状態が悪いため生水の飲用が不適切であり製造工程で必ず煮沸が行われるビールの方が安全であったという事情もある。 ありがとうございます。